真ん中の文字は何に見えるでしょうか、はい、13か B かですよね。そうですよね13とも読めるし B とも読める、この前後との関係で真ん中のものが何なのかっていうこの流れのことを文脈、実は全く違う作家の2つの作品なんです。コンセプチュアルですねそうですね、あの左がウォーカー・エヴァンス、右がシェリー・レヴィーン、答えから言ってしまうとですね、右側のレヴィーンは左側のエヴァンスの作品を撮影し、わざわざアフターウォーカーエヴァンスというタイトルをつけて作品にしているんです。ただこれいきなり目の前に出されても何のことかわからないと思うので、前の作品の流れがあってこそわかるという部分。